はい、こんばんは、サディルーム斉藤です。今日は中一理科物理光の性質の7回目です。前回までで光の屈折を学習しました。で、光は、水から空気中、逆に空気中から水やガラスに入るその境界面で屈折する、曲がることを学習しました。で、ここで難しいのがどちらに曲がるかなんです。入射角と屈折角がどっちが大きくなるとか、どっちが小さくなるとか。で、これ覚えようとすると大変なので、今日はちょっとこういうものを用意して、動画でなぜそのように曲がるのか、理由まで覚えてたら、ちょっと難しい問題が出た時、作図の問題とかでも考えられると思うので、その理由を、説明したいと思います。でも本当に私いつも100円ショップで用意するこんなもの、こんな簡単なものでちょっと、動画を作成していますので、今日はまずそちらを見てください。はい、今日は屈折の理由を説明するためにこのようなものを用意しました。はい、この丸い棒に、磁石を2つつけて、車輪を作りました。それとこちら机で、こちらは机の上に、滑り止めのシートを敷いています。で、机の上は摩擦が少ないので、このように早く転がることができます。でも、こちらは摩擦が大きいので、あまり早く転がることはできません。で、これと屈折の何が関係があるのか。まずこちら、光が早く進める空気中です。で、こちらは光の速度が遅くなる水の中とかガラスの中だと思ってください。で、まず、入射角イコール90度の場合、境界面に対して垂直に進む場合、まっすぐ進む場合ですね、はどうなるかというと、このまま速度は遅くなってもまっすぐ進みます。ですから、ここでは屈折は起こりません。でも、今度、境界面に対して45度、入射角45度で進んだ場合です。はい、見ておいてください。はい、ここ同じ速さで進んでますよね。はい、このように同じ速さで進みますけど、はい、今左側の車輪は水中に入りました。ということは、左側の車輪はゆっくり進みますけど、右の車輪はまだ空気中にいるので速く進みます。そうすると、左ゆっくり、右が速いので、このようになります。で、ここに入ると、はい、今度全部ゆっくりで同じように進んでいきます。わかりますか？もう一度ちょっと早くやります。境界面に対して45度で進んでいきます。で、ここまではまっすぐ進んでますが、はい、ここで左の車輪がゆっくり、右の車輪が速くなると、はい、このように屈折をします。わかりました、屈折の理由。はい、今見てもらったように、この車輪を使って机の上とこの滑り止めのマットの上から光の速度が速い状態の空気中と、光の速度が遅くなる水中またはガラスをここで表現してみました。で、今見てもらった動画をまとめたものが、はい、次になります。移動の様子も、示していきます。はい、ここまではまっすぐ進む。で、ここでこの右の車輪が
ゆっくりになるので、ここで屈折します。でまたこの後はゆっくりする。でこの通った道を表してやると、はい、前回このガラスで屈折したのと同じ形になると思います。でここで空気中からガラスや、まあ、水中に入る場合は入射角よりも屈折角の方が小さくなる。でこの形を覚えておいてください。でさっきのもう一度見せます。はい、この形になります。次は今度逆の場合も見てもらおうと思います。ではどうぞ。はい、今度は水中もしくはガラスの中から入射角イコール45度で進んできます。はい、今度は右側の車輪が先に空気中に出ます。ということはこちらが速くなります。で左側はゆっくりです。でこのままゆっくり進んでいくと、はい、このように屈折します。はい、もう一度いきます。はい、こう進んできた光が、はい、右側速く左ゆっくり、右側速く左ゆっくりで、で全部が出たら、はい、このように進みます。はい、これが屈折する理由です。はい、それもまとめました。今度は光の速度が遅い水中やガラスの中から光の速度の速い空気中に出ていく場合です。はい、はい、ここまではまっすぐ進みます。で今度は左側が速く進むのでここで折れ曲がって、で全部が出たら、はい、同じ速さなのでまっすぐ進みます。で今度はこちら側に屈折します。でこれも、はい、ガラスの実験で見ると、はい、こうガラス中を進んだ光が、はい、このように屈折しました。で今度は入射角と屈折角を比べると、はい、屈折角の方が大きくなります。でこの形しっかり見ておいてください。はい、まあ、同じ形で屈折したのが分かると思います。でここで最後、これでもまだちょっとイメージわかんっていう人はもう体を張って自転車でちょっともう体で覚えてください。はい、その説明も、はい、見てください。皆さん自転車よく乗ると思うのでちょっと自転車に乗っている想像してください。でこちら舗装されたアスファルトの道路で、こちらに砂場があります。でアスファルトの道路から砂場に勢いよく自転車で突っ込みます。でアスファルトの道速く進めるけど砂場でこう進むのが遅くなります。でこうまっすぐ突っ込んだ場合はこういうふうに前のめりにはなると思うんですけど、まっすぐに進めると思います。でも今度斜めに突っ込んだ場合考えてみてください。勢いよくアスファルトの道から砂場にこう斜めに突っ込んだ。そしたらこっちに倒れそうになるの分かりません？もう一度いきます。こういうふうに思いっきりアスファルトの道から砂場に突っ込むとこっちに倒れそうになると思います。これが屈折の原理です。で、まあ、もし試したい人、怪我をしないように自転車で試してみてください。これもだからこのように屈折することが、まあ体を張ってわかると思いますけど、くれぐれも怪我には注意して、まあ無理をなさらないように、自分で試してみてください。では今日は屈折の理由について説明しました。次回は光の性質0の2とか0の3でやったコインが浮かび上がるとか、後ろに置いたペンが消えるような実験がなぜああなるのかについての理由を説明していきたいと思います。では今日の授業は以上です。